県内では自転車競技のロードレースが観客を入れて開催されました。 JR 御殿場駅です。ロードレースは観客を入れて開催するためシャトルバスに乗り込む人がずらーっと並んでいます。自転車競技のロードレースのゴールとなる小山町の富士スピードウェイには1万人を上限に観客が入れられました。有観客でやるメダルセレモニーがあるのって唯一ここだけじゃないですか。だから貴重なチケットだなと思って。御殿場市と裾野市、小山町では大型スクリーンで競技を楽しむ公式のライブサイトが県民限定で開かれました。市長バッチリ思ったよりも人がいないんで、まあ、ゆったりとくつろげるかなというような感じで来てます、思ってます。走ってるのがすごい。本当に始まったんだなって盛り上がってきてるっていうかですね、臨場感が伝わって素晴らしいなって、やっぱりライブサイトいいなって思いました。新型コロナ対策を徹底しての開催で、集まった人たちは距離を空けて静かに観戦を楽しんでいました。一方、沿道での観戦は自粛が呼びかけられましたが、小山町では自宅の前から家族で選手を応援する姿が見られました。でもありがたいね、この年になってさ、我が家のね、玄関の前でね、オリンピック見られた。